勝ち組負け組という言葉がある。私はこの言葉が大嫌いだ。俺たち子会社の社員はプロパーの社員は負け組だってな。それを聞いてもちろん反発する者もいたが、大半は自分はそうだと認めてた。大企業にいるからいい仕事ができるわけじゃない。どんな会社にいても、どんな仕事をしていても、自分の仕事にプライドを持って日々奮闘し、達成感を得ている人のことを本当の勝ち組と言うんじゃないかと俺は思う。どうかこれからは胸を張ってプライドを持ってお客様のために働いてほしい。たとえ相手が銀行でも遠慮することはない。君たち世代の逆襲を、いや君たちの倍返しを、私は心から来た。